こんにちは。主食はお米です。今回の、新規スペダン、よみがえり。結構、手間のかかるダンジョンですが、ドロップする子分が優秀すぎる。今回は、このドロップする子分について、解説します。今回ドロップする、カードはこの、2種類。イザナギ、アームズと、ライジングバスターズになります。それぞれ、12枚集めることにより、SSS まで進化します。まずは、イザナギ、アームズから。イザナギ、アームズは、残限定、子分で、SSS まで進化させることにより、スキル威力が 30% から 40% アップします。このカードとセットで、スペダンポイントで取得できる、ヨモツシコネを、子分にすることにより、最低スキルが 35% になり、なかなか使えるカードとなります。そして、ヨモツシコネも、35% から 40% となり、結構強い子分となります。知的な、話になりますが、残、限定子分が、多いような気がしますわら。イザナギ、アームズは、素で、使用しても、30% から 40% の、残限定子分として、使用できますが、今回は、最低2枚は、作成しましょう。ヨモツシコネとのセットで 35% 以上確定子分となるからです。コストの足りない、初心者、中級者の方は、もっと作成しても構いません。コストが30なのが、魅力的ですよねー。あとは、カード所持枠、倉庫の空き枠と相談してくださいわら。でも、必ず、2枚は作成しておきましょう。次は、イザナギ、アームズになります。こちらが、優秀すぎる。12枚集めて、SSS まで進化させると、親分が、森属性、または、神の時、スキルを2回発動し、合体オスはなくなります。森はどのカードでも適用され、火、水のカードは、神限定となりますが、火属性は、火です。金魔門。この破作や、大地の女神ガイアなどがあります。水属性は、ディアナ、ヘル、イザナミ、ラグナロク。火属性、水属性に、この他にも、神はありますが、今後も、神属性が増えてくる期待感がすごくあります。通常、これらの、補助カードは、合体回復分をつけますが、それにより、威力が下がります。今回の、ライジング、バスターズを、積むことにより、他、2枚の子分と、スキルが2回発動されるので、かなり強力です。最低、2枚。できれば、4枚ぐらい作っておくのが、ベストだと思います。次に、このダンジョンが、いつ来るか、わかりませんし、必ずしも、同じドロップ子分カードが、落ちるかわからないからです。私自身は、使う、使わない、関係なく、5枚作る予定ですわら。できるかどうかわかりませんがわら。現状、メイン、サブ、合わせて、10カウント、すべて、2枚は作成終了しています。残り、3枚が遠いわら。無条件での、スキル2回発動、合体回復分となるので、最後まで、特に、初心者、中級者の方は、頑張ってください。効率よく稼ぐために、フレンドに乱入するのもありです。ただ、結構手間のかかる、ダンジョンなので、琉球以上のダンジョンに、乱入する場合には、2戦目から、乱入するようにしましょう。ご視聴、ありがとうございました。